めまして、皆さんこんにちは。モータースポーツの宮本です。日頃はホンダモータースポーツ活動に、ご支援ご協力受けたまわり誠にありがとうございます。昨年はですね、おかげさまで全日本ロードモトクロス、トライアル、トップカテゴリーで3つのチャンピオンを獲得することができました。ホンダとしましては31年ぶりのことで、改めまして皆様に、ご支援いただいたことに、感謝申し上げたいと思います。さて今シーズンのモータースポーツ活動については、1月の12日に、発表のリリースを発行させていただき、より強力な体制で、チャレンジすることで、2年連続、3つのタイトルを獲得を目指していきたいと考えております。また、モータースポーツの活性化にも、大きく努めてまいりたいと考えています。本日出席の HRC がサポートする、各チームにつきまして触れさせていただきたいと思います。ロードレースでは、新結成のチーム HRC とともに、JSB1000 クラスや鈴鹿8隊での優勝に向かって共に戦っていきます、ハルクプロ様、森脇レーシング様にお越しいただきました。モトクロスは、昨年 IA1 での優勝に加え、今シーズンは、2クラスで、チャンピオンを獲得を、挑むチーム HRC、トライアルでは、HRC クラブ三谷様が全日本としては、前人未到の、6連覇に向けて目指して頑張っていただきたいと思います。またモータースポーツファンの拡大を目指してです、イベントにも積極的に、取り組んでまいりたいと考えております。3月10日11日に、ご存知のように鈴鹿サーキットで開催されます2018年モータースポーツファン感謝デーをはじめ、その後ですが大阪モーターサイクルショー、東京モーターサイクルショーにおいて、ホンダライダーのトークショーなどを開催し、モータースポーツの活性化また魅力を大きく伝えていきたいと考えています。さらに、全国9会場で開催されます、ホンダの、エンジョイホンダですね、エンジョイホンダの2018、では子どもたちを中心に、ホンダライダーから直接モータースポーツの楽しさなどを、伝えていただきたいという、そういう取り組みも今検討しています。開幕からですね、良いスタートが切れるように、各チームを、ホンダは精一杯バックアップしてまいりたいと思います。今後皆様の、変わらぬご支援ご協力を、受けたまりたいと、お願いしたいと申し上げます。簡単ではありますが、私の挨拶させていただきたいと思います。ありがとうございました。はい、山本さんありがとうございました。それではここで本日出席をいただいているライダーと監督の皆さんをご紹介、改めてご紹介させていただきたいと思います。各選手からは後ほどですね、一言ずつコメントをちょっといただきたいと思っております。まず、全日本ロードレース選手権シリーズ JSB1000 クラスからチーム HRC 高橋拓実選手、よろしくお願いします。宇川透監督です。次に、森脇モチュールレーシング高橋優希選手、よろしくお願いします。そして清成隆一選手、よろしくお願いします。監督は、森脇守監督です。続いて武蔵 RT ハルクプロホンダ、から水野亮選手、よろしくお願いします。そして、本日本田茂樹監督がご都合により、ご欠席のため、本田光太郎チーム代表がご出席いただいております。全日本モトクロス選手権からはチーム HRC IA1 クラスで山本圭選手、よろしくお願いします。成田明選手、よろしくお願いします。そして IA2 クラスでは能塚千尋選手、
よろしくお願いします。監督は両クラスとも、芹澤正樹監督となります。よろしくお願いします。最後に、全日本トライアル選手権、IAS クラス HRC クラブ三谷から、小川智之選手、よろしくお願いします。監督は昨年に続き、三谷智明さんがお務めになりますが、本日はご都合により、欠席となっております。それではここでライダーの皆さんから一言コメントをいただきたいと思います。まずは全日本ロードレースの高橋拓実選手からお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。昨年は、まあ、ラッキーがついたこともありチャンピオン取れたんですけど、自分自身納得できてない部分もすごいあって、今年はそこを改めて考え直して、自分の実力で全日本チャンピオンと何が何でも8体の連覇を阻止して自分たちが勝てるように頑張ろうと思うので、今年もよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では高橋優輝選手。はい、こんにちは。昨年は、ピエリタイヤと森脇ホンダの新型 CBR 戦闘ラグSP2 ということで、1年間戦ってきましたが、まあ、一度の表彰台と、まあ、鈴鹿8体でもちょっと残念な結果になってしまったので、まあ、2年目戦闘力もさらに高まると思いますので、今年、優勝、全日本での優勝、8体での優勝を目指して頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ清成選手お願いします。皆さんこんにちは。去年はもう8体も含めてなんですけど、もう思ったような走りができなくて、もう悔しいレースが続いたんで、今年は気持ちを改めてしっかり挑戦したいと思いますので、もうよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では水野選手お願いします。皆さんこんにちは。昨年度は、一つ下のクラスで、チャンピオンを獲得することができて、今年は最高峰クラスに上がるんですけど、まあ、昨年鈴鹿8体でも一度選手陣に乗っていますし、まあ、少なからず経験はしたので、まあ、ルーキーでも表彰台獲得と、そしてルーキーオブザイヤーを獲得できるように、勢いよく頑張っています。ありがとうございます。では全日本モトクロス山本選手からお願いします。皆さんこんにちは。去年に引き続き、チーム HRC から、本番ともに、全日本のタイトル獲得に向けて全力で頑張ります。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では成田選手お願いします。はい、成田明です。去年は、開幕の1戦しか出てない成田明です。今年は全戦レース出れるように、頑張って山本選手とワンツーフィニッシュを全戦していきたいと思いますので、メディアの方も協力よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では野塚選手お願いします。野塚千尋です。去年は2ヶ月ぐらいしか乗ってなかったんですけど、はい、また今年本田さんのサポートを受けて全日本を走ることになりましたので、精一杯、全部勝つつもりで、もちろんチャンピオンを目指して頑張りますので、応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。小川選手すいません、一言お願いいたします。ごめんなさい。今年はインパクトあるライターに頑張りたいと思います。いや、5連覇昨年できたんですけど、今年はまだ誰も成し遂げたことがない6連覇に向かって精一杯頑張ってきますので、応援よろしくお願いします。大変失礼いたしました。小川選手でした。ありがとうございました。ですね、ちょうど1年前だったかもしれませんけど、去年ワークス活動やらないんですかって質問されたの記憶にありますか。で、僕が考え、はい、そうですよね。で、僕が検討します、検討してますって言ったんですけど、全くその通りで、やっぱり私も二輪のモータースポーツ活動を見てて、やっぱ一番思うのが、やっぱり
モーターサイクル自身は日本でもう少しもっともっと活性化できればいいかなっていうことで、やっぱりこう魅力あるモータースポーツレースをやるためにもまず HRC を復活させて、やっぱり自らホンダがやっぱ手を、携わっていくことで、やっぱり今まで見えてなかったことがより見えてくるんじゃないかと。やっぱり10年間のこのブランクがやっぱり非常に、たくみくんが先ほど言ってましたけど、非常に悔しい思いをさせてきているライダーたちにも、やっぱり HRC が、先頭を切って、自分たちが自ら手を下し、手を汚し、自分たちでやることで、今まで、ハルク様、当然森脇様も含めてめちゃくちゃ協力してもらってきてるんですけど、それにもう一個、超えた中で、全日本と八田を戦いたいということで、まず八田が HRC ワークスを復活させました。じゃあまずライダーからいきますと、匠君は先ほど言ったようにやっぱ JSP 戦で昨年もう本当に粘り強く非常に厳しい、ね、環境の中勝ち抜いたっていうやっぱり実力を持ってくれてること、で、今のホンダのライダー陣だと、匠しかいないなということで匠君をまず選ぶ。で、宇川君についてはですね、皆さんご存知のようにやっぱり僕なんかがモータースポーツ、四輪は詳しいんだけど二輪がねそんな、嫌いではない好きな方なんですけど、僕でさえ宇川君を知っているというぐらい、8体マイスターじゃないですか。で、5回の優勝経験を持っていて、で非常にやっぱりライダーを自分で自らやってきたということでいうとライダーに非常に近い、そういったコミュニケーションを含めたそういったところにやっぱり彼への期待、それとやっぱり勝ってる人っていう勝ち方っていうのかな、そういったことも今は自ら HRC でも頑張ってくれてるし、そういう意味では非常に心強いという意味で宇川君に監督になっていただいたというふうに思います。まずはハルクプロ様と森脇さんに関してはですね、もう経験も豊富だし、昨年のバイクをベースに HRC とともにアップデートしていただき、そこできっちり、ベースを固め、で正直宇川君もそうなのかもしれませんけど、HRC がすぐ復活したからといってそんなにレースの世界甘くないじゃないですか。だからそういう意味では、ハルクプロさんは森脇さんで、今日はちょっと出席してませんけど、EWC はシリーズ出ている TSR にやっぱりホンダも、協力してまして、TSR 含めてですね、その3強のベースで、HRC が、うまく、リンクをしていきながら匠と今、選出しているライダー2人と、うまく噛み合わせていければなと思いますけど、簡単にホンダがワークス組んだから必ずしも、ね、ハルク様たちよりすぐ上に行けるかってそういうもんじゃないと思ってるんで、これはもう宇川君中心に HRC をこれから、全日本を始めながら、8体まで、必死でそのチームをうまく結成していくんでしょうねというふうに思いますけど、正直これ毎年のこと過去のことなんでちょっとお話すると、昨年までハルクさん中心に開発を回してきてて、それが HRC になると思ってもらった方がいいかもしれない。なかなかね開発していて、全てのチームに同じタイミングで同じものを供給正直できないんですよ。で常に日進月歩で新しいパーツを組み込んでいくと、当然トラブルも出ますよね。でライダーのインプレッションもらって開発をそうすぐこう回していくっていう形で、ハルクの本、本田さんはよくご存知なんですけど、ハルクを中心に開発を進めてきてて、昨年まではそれをある程度決まった部品を森脇さんとか TSR に配ってたんですね。それが今度 HRC にがっつりなって HRC が中心に開発を進め、それをハルクさん TSR さんに、部品として渡せるものを渡していくいう形だと思います。まず一つしかないからね、優勝は一つしかないですいろんなところで HRC さんでは協力してもらってます。で私が一番ありがたいなと思っているのは、その
もうホンダの別車両がありますけれども、それに対して自分たちのチームの中で、会社の中で部品を新たに作ったものを投入してマシンのポテンシャルを探しているというようなことまでやってもいいよという形でやらせてもらっているので、今までまあ去年の車を見ても分かりますけども、方式が違うスイングアームがついてたりとかしてると思うんですね。でそれがいいのかどうかとかいうのは、まあ、結論は出てませんけども、やはりトライをするということが、まあ、見てても面白いし、どこにいいものがあるのかということを研究開発する上においては、全体としてはこの CBR のポテンシャルを上げるのに何をすればいいかということが見えてくるので、非常に私はありがたいなということで、それを最高にいいことだと思ってやらせてもらってます。で、まあ、レース、まあ、勝つかっていうか、もう勝ちたいですね。当然目標は優勝っていうことですから、これは川崎さんにも吉村さんにも山田さんにも HRC さんにも勝てるような状況を作っていくというのがやっぱり一番大事じゃないかな。それがこれからこの CBR がどんどん進化していく上には必要なことではないかな。だから一緒になってやってますから、我々がやったことっていうのは全部分かるはずですから、それでもっといいものが作ればもっと早く進化するんじゃないかなというふうに思ってます。でレースである以上はやはり勝たないといかんもんで、それをやっぱり最大の目標としてやってます。でまあその質問とちょっと合うかどうかわからないんですけど、ここ数年のそのレースの状況を見てたら、まあ私ももうレースはこれでいい加減を自分で年明けからやめて交代せなかなと思ってんですけど、ところが気がついてる人は結構おると思うんですけど、ものすごく面白い状況にこのレースがなってきてるんですよ。でこれは何がそうなったのかっていうのは、ちょっと自分たちは車は改造するんですけども、実際にライダーの技術っていうのが今までとは全く違うぐらいこう進化し始めてるっていうのがあるんで、だからおそらく多くの観客の人たちもその辺のところをきちっと見てもらえれば、本当に世界でやられてる GP のレースなんかそうですけど、ライダーの走りが昔我々自分自身が走ってた頃とは全く違うテクニックとかそういうものを持ってして走ってるんで、でそれをうまく走らせてるのが各メーカーさんがその走りに合うように車をどんどんライダーの走りの方が先先行はしてるんですけども、その人たちがやれるような状況を今どんどん作ってると思うんですね。だから本当にこれからがここ何年間か本当に面白いレースが見れるんじゃないかなって、それ見てから死んでもいいんちゃうかなっていうぐらい楽しみですね。はい、お客さん。はい、よろしいでしょうか。ちょっと、まあ森脇さんに聞こえたんであれですけど、まあ、昨年から若干ちょっとシステムっていうかね、森脇さんのところは当然ご存知のピレリタイヤなんですね。でこっちの人たちはブリヂストンだし、でブレーキだとかいくつかの装備がやっぱライダーの好みもあるので、あんまりホンダとして規制してないんですよ。で今言われたように、まあホンダも当然 HRC ウカー中心にやっぱチャレンジングに今年やっていくので、まあハルクスプロさんはもう森脇さんも、まあ、TSR も含めてですね、皆さんが個々にやっぱりオリジナリティを持ってチャレンジングにやってもらってるのが現状です。なので、まあ、どこが勝っても僕は個人的にはまあ当然 HRC って言わなきゃいけないのかもしれないけど、僕はホンダがどこ勝ってもいいなと思ってるところもあるし、できれば 1,2,3,4 を取りたいと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、あ、ハルクさんから、はい、
先ほど山本部長がおっしゃってたように今年のハルククロウとしては、昨年の高橋拓実選手が使ったバイクをベースとして、水野に乗っていただきます。でそれは何を意味するかというともちろんチーム HRC と、ほぼ同じパッケージでスタートするということを意味していますので、ライダーとしては、僕もよくしている高橋拓実というとても強力なライダーを相手にすることになるので今までやってきたことではもうチーム HRC にはかなわないと思ってますし、そこは若い水野と力を合わせて新しい若い力でさらに上を狙って頑張っていきたいと思います。